年してどうしようもない毎日を過ごしている。仕事もいい加減に過ごしてるし貯金もろくにない。ガールズバーの女の子にうまいこと交わされて終電を逃しやけっぱちになって歩いた帰り道。ひといたあの頃自分のことしか考えられなくて君が戸惑いながら流されているのも分かっていなかった。結婚しよう愛してるって何百回も言ったけど君の笑顔の裏側に僕は気づけなかったんだ。絶対幸せにするよなんてできるわけなく